ドラチューバーのアジャイです。コンコンビーゾー言うていいよ。よいしょ。地球シンフォニーが公開されてもうしばらく経ちましたけども、モンタロウさんと一緒に動画出させていただいて申し訳ないなと。いえいえ、とんでもないです。こちらもちょっと行けずに、僕も次の日の3月4日に行ったんですね。行ったんですけど、そう一つ思ったことがあって、朝一で見てレビューするのよくない。体にもよくないし、なんか入ってこないよね、やっぱ。ああ、覚えてることは寝起きですもんね。そうそう、起きて映画になんかこう言わなきゃ言わなきゃって考えちゃうじゃん、いろいろ。あれ言わなきゃこれ言わなきゃって、なんかね、あの後僕も何回か2回3回見に行ったんですけど、やっぱ2回目以降のが楽しめた。すごいもうリラックスして見れたから。1回目はここを語らなきゃ、ここを語らなきゃってので忘れちゃうじゃん。しかもそれああってなっちゃうから頭固くなっちゃってるのもあって、なので今回ちょっと改めてもうね、ビーゾーさんのご意見も聞きたいので、改めてこの地球シンフォニーについて語っていきとうございますけども、なのでネタバレありになっちゃうので、まだ見てない方は要注意というかね、という感じでやっていきたいんですけども、どうでした？まずは去年の、まあアジェイさんもおっしゃってたんですけど、ユートピアがちょっと良すぎたっていうのがありますかね。本当にそうなのよ。ユートピアと比べると全くガラッと変わるじゃないですか。そうね、比べるのもあれなのかもしれないですけど、年齢層もやっぱりすごいね、子供が見ても楽しめるのはやっぱドラえもん映画だなって。そうなんですよね。単純にああいう映画ってやっぱ泣きか笑いかこれあるじゃないですか。今回も完全笑いというか、そうね、なんかのほほんともフラットな、何も考えずに見れるのがすごい楽しいという感じでしたよね。例えばあれは映画館ならではっていうのはすごいありましたね。音楽ってのはそう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 、あれやっぱ絶対映画館で見た方が面白さが何倍にも何倍にも。そうですね、やっぱりそういうことですよね。俺もやっぱ改めて最近テレビでまたユートピアやってたじゃないですか。ちょっと見たんですけど、やっぱ面白かったんですよ。僕も前日号泣しました。映画館がだから良かったのかなと思ったら、テレビで見たらなんかまた泣いちゃった。面白いよね、やっぱりね。ユートピア面白いんだよな。すごい今度ちょっとユートピアいやそうなんですよ。シンフォニーちょっと言うことじゃないんですけど、ユートピアを語ろうもありですよ。そうなんですよ、面白いんですよ。でも本当に全く別で面白かったっていうか、まあ別なのは当たり前ななんですけど、はいはい、まあそうね、毎回違いますからね、監督さんも違うし、あえてやっぱこうなんかいつもと違うの作ろうみたいな空気感があったような気はしますね、ちょっとあえて。でもやっぱ違うことは結構あったなっていうのが思いますね。まずはあの日常に結構帰ったりもしてますか。ああいうのもあんまなかったり。そうね、大体行ったっきり帰ってこないけど、普通に帰って私生活を送りながらみたいな感じでしたもんね。確かにあれは珍しいかも。あとまあ学校のシーンがやっぱいっぱい出たりだったり、変わったこともあったり。確かにそう、あの冒険に行く入り口が音楽室だったじゃないですか。あれいいよね、学校からこう行くわーっていう感じ。なんか日常からこう異世界に行く学校が入り口っていうの初めてかもしれない、映画ではね、もしかしたらね。僕もあれ前情報そんな入れずに見たんですけど、加賀谷さんすごいですね。あんなにね、しかも全然分からなかったよね。何役かやってたんですけど、漫才があったんで、ああここなのかなって思ったんですけど、あのバンドマン持ってのはちょっと分かんなかったね。あとおじいちゃんも、ああおじいちゃんの演歌めっちゃ、そうそう、おじいちゃんもやってたから、結構やってたんですよ、加賀谷さん。演歌のおじいちゃん声優さんだと思ってましたね。うますぎて、すごいうまかったですね。うますぎて違和感ない。それで言うと吉川晃司さんもうますぎませんでした？全然分からなかった。マエストロ弁当、そうなんですよ。滝蓮が好きでしたね。滝蓮、滝蓮ずっと泣いてんだよな。滝蓮いいキャラだったな。滝蓮のいいキャラでしたね。よかったですね、滝蓮太郎さんね。滝蓮太郎や滝蓮ってなんか名前もキムタクみたいなね、訳し方。滝蓮ね、ずっと泣いてましたもんね、滝蓮って。なんであれ泣いてるんですか？俺あんま音楽詳しくないけど、滝蓮太郎って泣くキャラなんですか？ちょっとあれ会ったことないからな。そうです、会ったことないもんね。泣きキャラなのかな、泣きキャラなのかな、滝蓮太郎さんって。おもろかったな。音楽的な映画だから、やっぱ音楽知識があった方がより多分あるんでしょうね。あ、うん、あのボルデモートとかもね。そう、ボルデモートじゃないんですよ、あれなんだっけ、ビルトゥオーザー。全然出てこなかった。あれ出てこないですね。あれで入ってこないよね、ボルデモートで入っちゃってるからビルトゥオーザーなんて言われても入ってこないんですけど、やっと馴染んできました、本当に。それはで、このさキャラたちもさ、マエストロ弁当、まあ実際の音楽家からもじってるんですけど、このバッチがなんで喋んないのかがちょっと分かんなかったんだよな。なんか意味あるんですかね、こいつ喋んなかった。ずっとなんかチリチリチリンって、なんかねこう上になんかあって、他のやつらみんな喋るじゃないですか。俺バッチさんだけね喋んなかった。なんか元の人がいるんですかね。俺バッハなんですよ多分。ああ、うん、バッハか。バッハもそういうキャラなんでしたっけ、うん、ちょっと詳しくないんですけど、うん、うん、なんかバッチしかも途中でなんかね、うん、時計食べたんですよ目覚まし時計パクって食べて、うんはい、なんか意味あるのかなと思ったら、うん、特になかった、うん、特になんかなかったんですけど、うんなんか2回目3回目で新たななんか気づきみたいなのありました、はい、そうもう2回目3回目見てきてやっとこう、はい、なんだろう噛み締めてこう咀嚼できたなっていうのもいっぱいあるんですけど、うん、あとそのねこのネタバレありの動画とか出した時に結構コメント欄で、うん、面白いコメントが何個かあってそちらもちょっと触れていきたいんですけども、うん、でもやっぱその一番コメント欄でも言われてたのが、うんのび太が最終的にビルト王女になってない説なってないで終わった。あれは僕も見て思いました、ね、そうなってないで終わったっていうのが、うん、なんでなんだろうっていうのが結構この動画のコメント欄では騒がれてるんですよ、うんうん、いろんなご意見があるんですけどあれなんか意味がね最終的になるのかなってみんな期待してたじゃないですか、うんうん、でも結局ならなかったっていうんで、うん、なんでだろうっていうのは結構言われてはいるんですけど、うん、コメントでまずもやっとした点っていうので、うんのび太の音楽ライセンスのレベルが結局ビルト王像になってなくねっていうコメントがあって、うん、てっきりラストの演奏でレベルが上がって逆転するような流れになるのかと思ってましたみたいなコメントがあったんですよ、うんはい、それに対してまた違う方がそのコメントに対してコメントくれたんですけど、うん、のび太がビルト王像になってない件について友達と話したんですけど、うん、みたいなコメントが来てて、うんエンディングの写真が流れるところで、うん、音楽ライセンスが無効になってるっていう有効期限が切れたっていうのがあるんですよね。そこにはのび太以外の3人しか映ってないんですよ。ですって確かにジャイアンスとジャイスネとしずかちゃんの3人だけ有効期限が切れたって書いてあるのがあって、うん、もうビギナーに戻ってるんですよね、うん、でのび太のがないと、うん、僕はこれを聞いたことと最後の音楽の時間にのび太がリコーダーの技量が元に戻っていないことからのび太はリコーダーのビルトオーゾンにはまだ慣れてないまだのび太自身とリコーダーが演奏技術に満足していないのび太とリコーダーはまだ絆で結ばれているだからこの先がまだあるみたいないう説なんじゃないかっていう考え方だからまだのび太だけ続いてるっていうあのライセンスが期限が切れてないんですね。なるほどなと思ってこの考え方すごい素敵と思ってっていう感じでなんかすごいコメント欄ですごい盛り上がってるんですよね。これすごい面白いなと思って勝手に紹介させていただきましたけどもあともう一個俺がめっちゃいいなと思ったのが、うん冒頭でのび太がこの音楽嫌だから日記で音のない世界に、うん、音楽がない世界にしちゃったわけじゃないですか、うん、で、まあ、そんなつもりなかったけど結果音楽が一回消えちゃって、うん、別にいいじゃないってのび太言ってたんだけど、うん、で最後の最後で宇宙に放り投げられて、うん、一瞬無音になる時あったじゃないですか、うん、でその時にすごいあんなに別にいいじゃないって言ってたのび太が、うん、音がないことにすごい怯えてて、うん、ふわってなってるシーンがすごい印象的で、それに対してこのコメントであったんですけど、うんのび太が音のない宇宙空間に漂いますがこれは敵がね、うん、これがお前が望んだ音のない世界だぞって示してるように私は思いましたってコメントがあって、だから本当何気ない冒頭からのこのここに来る伏線がすごいなっていう、うん、めちゃくちゃいいコメントだなと思ってこれ。うんなんか結構伏線回収が僕 2,3 回見て改めて細かいところも結構ありましてやっぱお風呂が結構最終的にあったじゃないですか大きな、うん、あれもやっぱそのさっきも言ったけどドラえもんのシャンプーしてる時も、うん、お風呂だとなんかのび太が鼻歌歌ってて、うん、お風呂だと響くねとかもちゃんと言ってたりとか、細かく言ってるんですね、うん、それもちゃんと貼ってるんですね。そうちゃんと貼ってたと思って、だから2回目以降見ると結構面白いかもしれないですこれ。僕3回見に行って3回目でちょっと涙流れちょっとほろあちょっといいと思っちゃったんですよ。なんか最後なんか木がなんかガサガサなるってなんかあるんですか。あれはねやっぱ改めて見たけど多分ノイズです多分あれもなんかどこなんだろうなと思ってなんか空き地にガサガサって多分あれノイズでしたね。特に説明なかったけど考えすぎてたかもしれないあれ多分ノイズですね。なんか1回見ていきなり語るって結構難しいですよね。そうですいろんな可能性があるからね。でもメモとかもやっぱ真っ暗で取れないし集中したいしそうメモも取ってるわけにもいかないし、やっぱエッチとかも気づきました。ああはい。僕のあれはもう本当にありがとうございますちょっと思わず言いそうになりました。そうなんですよ。でもアジャイさんクマさんが今語ったの結構あ分かる分かるっていうかなんかそういうの多かったですね。これもなんかゲーム感覚でこのやっぱ進んでったりとかすごいなんかそう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 ゲームか本当ゲームなんかロールプレイングゲームみたいな感じでしたよね。さっきのエッチもそうだけど、やっぱ過去作のオマージュっていっぱいあったなと思って、コメントでも頂いてたんですけど、ミッカちゃん宇宙人なんだって時に、ミッカちゃんが私から見たらあんたのが宇宙人よっていうようなコメント、セリフがあって、なんかどっかで聞いたことあるなと思ったら、コメントで頂いてたんですけど、確か「リトル・スター・ウォーズ」でパピ君が言ったセリフ、私から見たらあなたたちの方がみたいな。はいはい、最初になんか、あれは巨人か。私から見ればあなたたちの方が巨人ですみたいなこと、なんかそんなセリフがあったよね。そことオマージュされてるみたいなのがあったり、あと僕もう一個思ったのが、まあ確か一回冒険行って帰ってきて、夏休みが始まって、宿題やんないともうまた冒険出れないよって言って、ミッカとチャペルが頑張れみたいな感じで煽ってるシーンがあって、あそこなんか海底祈願場っぽいなっていうね、夏休みの宿題終わんないとママが許してくんないよってセリフがあって、あそこのとこ海底祈願場っぽいなって、もう考えすぎかもしれないけどもうそういう細かいところがいっぱい楽しいですね。やっぱ2回目3回目ならではのポイントがいっぱい、すごい発見が。あと考えすぎで言うと、もう一個ちょっと考えすぎかもしれないけど、電線が映るんですよ。電線ねが5本線なんですよ。なんか音楽の線に見えて、でそこにスズメだかなんか小鳥がポン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 っているんですよ。だから音符みたいになってて、わかんない、考え一瞬だけだったんで考えすぎかもしれないけど、なんかの音楽なのかなってちょっと思っちゃったんですけど、わかんない、これ考えすぎかな。これも音楽のその音符読める人だったらすぐにわかりますね。なんか考えすぎか、一瞬だったんでちょっと5本線だったと思うんですけど、考えすぎかもしれない。でもエンドロールでもその電線、ドラえもんが歌ってる奥に電線があって、その時ちゃんと5本線だったんで、そういうなんかメッセージがあるかもしれないですね。ちょっとまたこれは新たな発見ですね。もし音楽でそれ分かった人とかいたら、ぜひ教えてほしい。はい、これは何のメロディーですとかあったら、このファーレ、このワークナーさんも「お前らのファーレはなってない!」みたいなことなんかジャイスネが途中このなんだろう、敵に音楽で戦ってちっちゃいやつらは倒せたけど、おっきいのが出た時に2人ともメインメロディーを奏でて、それがぶつかっちゃってファーレになってねっつって、このワークナーさんにも怒られてましたけども、でその後空き地でこのドラえもんを直すためにみんなで演奏するけど、みんな前に出たいからこうメインメロディーを奏でちゃうっつって、ファーレがぶつかっちゃってるみたいな。言ってて、あ、なるほどなと思って、確かに聞いてみるとみんなメインメロディーを奏でてるんですけど、でそこでのび太が、ジャイアンがのび太お前やめろって言うんだけど、のび太が僕だってやりたいんだって、みんなとやりたいんだっつって、ドラえもんのために直したいんだっつって、でそっからみんなこうのび太リコーダーをメインに捧げて、みんなこう奥手に回るんですけど、そこめっちゃいいなと思った。確かにこうメロディーもなんかさっきまでと違う、なんだろう、この支える音楽っていうんですかね、このサイドに回ってるんですけど。でのび太がこうみんなを見るんですよ。でなんか最初多分しずかちゃんがカスタネットこうやってやって、でその後スネ夫がこうバイオリンを弾くんですよ。で最後ジャイアンがこうやるんですけど、のび太ジャイアンを見た時にちょっと涙流すんですよ。あー、そこ気づいてないわ。ジャイアンでうるっとくるんですよ、のび太。やっぱ普段ね、関係性があるから、やっぱのび太とジャイアンのこの特殊な関係性があるんですよね。ジャイアンが奥手になんか裏に回ってくれてるじゃない、脇に回ってくれたっていう感動的なシーンで、のび太そこでちょっと涙プルって流すんですよ。わあ素敵。はい、ここ見どころです。もう一回見に行くから、ここマジで、ここすごくいい。あそこの空き地のとこいいですね。あそこ良かったですね。はい、めちゃくちゃいいシーンです。あそこちょっと泣きポイントかもしれないですね。本当にジャイアンが本当脇役に回るっていうのが、これまでののび太とジャイアンの関係性も含めてすごくいいですね。それを最後の演奏の時も改めてジャイアンみんなでこう奏でてる、で結構お互い見合ってるんですよ、こうチラチラ演奏の時に。そこがすごくいいですね。チラチラ見てるんですよ、お互いのところ、それすごく良いです。ブラボーです。これ空き地の時もお互いこう見合う、ちょっとチラって隣を見たりして演奏こうやり合ってるんですよ。素晴らしい。見合いながらのこの演奏っていいですね。なんかそう、これがだからこの音楽の今回のテーマですね。みんなでこうねやる音楽、みんなでやるから楽しいっていう音楽じゃないですか。ミッカちゃんもずっと一人だったから、みんなとやれて楽しかったって、みんなと会えてよかったって言ってたけど、素晴らしいですね。これぞ音楽っていうのがすごく良かったですね。地球シンフォニーってこのタイトルの伏線回収はすごかったですね。あれちょっとしびれましたね、あれね。ふわーってなるよね。俺3回目でもふわーってなったの知ってんのにここで地球神ファーふわーなるほどーっつってやられたーやられたーってそれは地球シンフォニーだわなるほどねだからかーっつってチャピックがね作ってくれた曲名前はちょっとどうやってたもん地球シンフォニーちょっとどうやってたよチャピックいや一番の見せ場来たからね地球シンフォニーめっちゃどうやってたもんなそれはどうやるわな。いや面白いな。このみんなでお風呂に入ったらみんながこのまさか地球ってのは地球みんなってやばいよね。そう。テキーラのレギュラーメンバー。はい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 。そうなんですよ。みんなで地球うわ。うわでもちゃんと一瞬日記が映るシーンもあってピカーンって光ってすごいなと思って。でその日記もそういえばもともとのび太宿題だと思って書いてた日記が。あらかじめ日記だった、あれどこで入れ替わったんだろうなと思ってちゃんと見たらちゃんとやっぱ入れ替わってるシーンがあって、ドラえもんがのび太から一回取り返してもらって、待ってたんだけど家帰ったらママが「ドラちゃんまたドラ焼きあるわよ」っつって「っつって日記を放り投げて行っちゃうんですよ、ドラえもんが。で玄関にずっと日記置いてあって、ママが後で拾って。のび太の部屋に持ってくんですよ、でそこで入れ替わっちゃったってかのび太がそれを宿題自分の日記だと思って書いたらそれがあらかじめ日記だったっていう、結構気づかなかった。なんかのび太がこうスッてすぐ返したから、だから日記がどうやって入れ替わってもちゃんとそこも注目してみると面白いですね。へえ。たまたまあんなそっくりな日記あるところで表紙の最初カバーだけなんか外して別の漫画とかにもやったのかなと思ったらね、たまたますぎません？あんなぴったりなことある。全部一緒だった。すごいよね。関係ないと思うけど、のび太の三日坊主と三日ちゃんっていう関係ないと思うけど、言いたいだけ、これ言いたいだけ、言ったら言いたかっただけですね。そうね、結構面白いですよ。だからそうやって見ると、チャペックもどんくらい地球にいたんでしょうね。だからそうなんですよ。僕前このなんで最初から日本語喋れるんだって言ったらコメント欄で結構地球の音楽を勉強してたからその流れで。習得したんじゃないですかって意見いただいて、まあ確かにと思ったけど、それにしてもすごくない？そんな優秀ですよね。めちゃくちゃ多分ずっといたんじゃない？日本のお金も持ってましたよね。だってアイス買ってましたもんね。アイス買ってたね。なんかミカちゃんアイス食べて、アイス食べた後にお腹すいたって言ってたの。イコチャペックお腹すいたって言ってた。え、ん？どういうことと食べた後に言ってたんで、食いしん坊な話よね。食べた後にお腹すいたんでわんぱくです。わんぱくですよミカちゃん。結構ミカちゃん人気があって。クマさんもすごかったけどコメントでもすごいですね。ミカちゃん可愛いとかって言ってましたね。クマさんが言うとちょっと怖いですよね。深くは言わないですけど、クマさんあんな大柄な人がミカちゃん可愛いってちょっと怖いですよね。なんかね。怖いのよクマさんちょっと。クマさん、ね、怖いんですよ。でピピッと響いた問題ですよ。めっちゃ滑ってませんかったあれ。ピピッと響いたってこうやってて誰も反応しないんですよ。それに関しては。ね、あれ触れちゃいかんのかなと、ね、23回やって最後にみんなでピピッと響いたってやるのかなと思ったら、そうでもないし、ノータッチあれよくないですよ。だからさ、ちょっとギャグ言ってみんなが反応しなくてあれ聞こえてねえのかなっつってもう一回やって、みんな滑るみたいな感じですよね。ちょっとね、いや聞こえててあえて無視してるんだよっていう地獄のような、あそのだから、なんだこんにゃくこんにゃくを食べる前は、日本語じゃなかったじゃないですか。なんかモン太郎がその時もピピッと響いたって言ってたのかなって言ってて、ちょっと注目してみたんですけど、確かにこうほっぺに行ってなんとかなんとかって言ってるシーンがあったんで、もしかしたら言ってるかも、なんとかなんとかみたいなこと言ってたんで、もしかしたら言ってるかもしれないですね。やっぱのび太のコミュ力は相変わらずでしたね。えぐいですね。これぞ最初河原でだってね、急にだって知らない女の子が知らない言葉で喋ってるのに、あんな笛を吹いてね盛り上がれるって本当にね。そうですよね。気づきました？飛行船前回の映画の。僕もあれ気づかなかったですね。いやあれめっちゃ一瞬だった本当に。一瞬こうドラえもんがドラ焼き食べてて、煽り下からのカットで天井が映って、あれにちゃんと書いてあるんですよ。のび太の部屋がこうイラストであるんですけど、そこにちゃんと飛行船がどれだっけ、これだ。ああ本当だ本当だ。タイムツェッペリンこれ。一瞬しか映んないですから。部屋ってやっぱ絶対あるなと思って僕も結構見たけど、でも全然本当に気づかなかった。しかも部屋の中でも最初の方だったんで、ドラえもんが出てすぐだったからもう一瞬見落としたら終わりですねこれね。いつもあからさまな感じでね。前回なんかパピ君の宇宙船があからさまに置いちゃったから分かりやすいと思ったら結構長尺でね置いてあったのが、今回難易度高いかもしれないですね。あとこのアイテムをまとめた動画も出してくださいってコメントもあったんで、なんかそれも面白いかもしれないですね。このアイテム、この前回のアイテム、歴代のまとめた動画、朝ドラのこれまでのやつをまとめた動画も面白いかもしれないですね。もう本当俺3回目が一番ちょっと感動できたかもしれないですね。やっぱのび太の成長っていうんですかね、やっぱ新恐竜の監督だけあって、この新恐竜の時も逆上がりとかあったけど、今回ものび太がもともと音楽嫌いだったけど、最後日記で楽しかったって書いてあったから、ちょっとねちょっと成長したってのがいいですね。練習もね、このやってたのがすごい良いですね。決して完璧に吹けないんだけど、最後ピューってのの音が出ちゃうんだけど、それもいいんですよね。あ、こののの音もそういえばこのね、虫以下の最後の音がのの音だったわけじゃないですか。このね、これだからのび太がのの音出した時に、このモーツェルがなんかさっき懐かしい音を聞きましたねって言ってるんですよ。これも最初の方で、のの音が虫以下にとってとても大事な音っていうのをなんか何気ないセリフで言ってるんですよ。バッチとの会話で、そういえばさっき懐かしい音聞きましたねっつって、何のことだろうと思ったらのの音のことだと思って、へえ、全然気づかなかった。だから結構丁寧に丁寧に結構伏線が張り巡らされてますね、これは。やっぱセンフォニーは、いやー、そんな感じかな。またあれもってなっちゃうかもしれないけど、なんかもう語れました。これちょっとまあずれるんですけど、はい、この無音になる一番いいシーンあるじゃないですか。あそこですっげえガサガサうるさい。わかる。わ、今やってくれよ。ポップコーンの音とかすげえするよね、あれね。あれは仕方ないよね。でもね、そこはねちょっとね、あそこは仕方ないよ。まさかみんなもあそこで無音になると思わないじゃん。やっぱまあ子供のまあ作品だから、やっぱちょっとねガヤガヤしたりまあね、それはしょうがないんですけどね、やっぱり。土日行ったら余計お子さんもいらっしゃるからね。しょうがないけど。だからそういう意味でやっぱこの朝一は人がやっぱ少ない時間帯とか、そうね、2回目以降ちょっと堪能したい人はね、もうそういう時間を狙った方がいいかも。あとなるべく大音響の劇場で見た方が面白いかもしれないですね。そうですね、やっぱ音楽ガーンって来てほしいですからね。そう、まあご飯シーンですかね、今回なかったですよね、ちょっとそんなにね。やっぱご飯シーンとか宿泊シーンはやっぱりちょっとワクワクの欲しいですよね、映画ドラえもんとしてはね。だからユートピアはそれがあったってのもありますよね。だから面白かったってのもあるかもしれないな。なるほどね。そうね。とあとはやっぱ来年ですから、僕はアジャイさんと言いたかったのは、俺よ、一番言いたいのこれよ。どうなんだろう、俺はオリジナルじゃないかって言って、結構コメント欄でリメイクなんじゃねえの、無限三剣士とかリメイクだと思ってましたって言われてる。どっちだと思います？僕はオリジナルだよね。あれ無限じゃないよね。無限だったらほうき持ってるよね、ドラえもんね。杖持ってたから、やっぱコウモリが来てで、やっぱ最初はやっぱ同じなんですよ。そうだよね、そうだよね、パラレルがホントにドゥルトゥトゥンだから完全にそうよね。コウモリ来たってなったら、なんかそう、しかもお絵描きしてるドラえもんが妻と来たから、まあ終わったわと思って、でそしたらなんかこうね、魔法使いみたいな格好のドラちゃんを書き出して、で最終的にお城みたいなのが出てきたから、でもね、あそこは僕たまに城じゃないと思うんですよね。城じゃない。あれ多分教会だと思うんですよ。教会。なるほど。あれ多分スプレッド湖だと思うんですよ、スロベニアの。うわー、行ったことあるから。はい、なんかね、すげえなんかね、すごい似てるんですよ。教会な、あれ。はい。でも教会なんじゃないかな。うわ、これ言ってる人多分。一人しかいないよ、こっち地球上で。あれはね、スプレッド湖。あれに似てる建物がある。すごい似てます。なんかあんな感じの、僕もちょっとその映画1回しか見てないんであれなんですけど、もう見た瞬間に、うわ、これは見たことあるぞと思う。ああ、ってことはもう逆に本当オリジナルになってきますよね。でもなんかそんな感じですよね、多分絶対オリジナルだと思うな、そう考えたら。もちろん無限のリメイクも見たいですけど、ちょっと厳しいっすよね、あの映像だけだったら。そうですね、タイトル公開が大体夏ぐらいですかね。大体僕らの周年の時に7月6日に大体2年連続来てました。7月6日激アツだと思います。ドンピシャで、ドンピシャでね。今のところ2年連続7月6日に来てますよ。平日だけどドンピシャで合わせてくれてるんですよ、我々周年にね。びっくりします。からちょっとね、今年もちょっとまた多分今年も7月6日。大体タイトル結構わかるじゃないですか。リメイクかどうかなんでも特に。そうね、もう一発でわかりますよね。短い多分特報みたいな映像も流れると思うんで、どうだろうね。だからそれに合わせてまたタイトル予想、主題歌予想もしたいですね、みんなでね。いやで絶対無限だったらもっとあからさまにやってきますよね。もうほうきくんが出たりとか、ほうきが出たりとか、それこそ。なんだろうな、そのトリフォーみたいなね、ああいう怖いキャラとかさ、もう夢見る気が出てきたりとか、ね、だって鉄人兵団の時とかもお座敷釣り堀が出たりとか、もう明らかにそれだろうっていうやり方してましたもんね。あんな匂わせはしないと思うんですけどね。まあ、オリジナルですか。やっぱライモンさんのあのね、うん、あったじゃないですか。もうライモンさんなんか難しくて全然難しいですよね、あの法則ね。法則は何度見てもちょっと途中で難しくなっちゃうけど、だけどね、まあオリジナルだけど、でも本当来年もオリジナルだと本当ね、いよいよかもしれないですけど、もうリメイク終わっちゃうのかな。今回もなんか元ネタみたいなのもやっぱそんなないじゃないですか。この道具がなんか出たみたいなのはあったけど、まあ、あらかじめ日記ぐらいですかね、そんなでもエピソード的には全然違いますもんね、ね、話が元ネタってのもないし、まあ、あとはまあやそのまあやっぱ幽霊城だったりの話ね、なんか雰囲気それっぽい気もしたけど、違うということで、そうね、まあそんな感じですけども、まあ大体もう言えたかな。僕もちょっと一緒に語れてすごい嬉しかったです。よかったです。よかったです。というわけで、まだなんか映画に対してご意見ある方はコメント欄にぜひぜひ書いてくださいますし、お待ちしてます。はい。なんか発見とかあったらそちらもコメント欄にお願いします。ぜひお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。高評価もお願いします。お願いします。それではまた。さよなら。